ガイチュークジョチャンネル。皆さんこんにちは。女性にもできるガイチュークジョチャンネルです。今回のテーマはハエ対策です。今回紹介する商品はこちら、ハエ取りロール紙ピタットボックスです。この商品は自分が使いたい大きさにカットすることができる業務用のハエ取りロール紙です。畜産場や市場などハエの多いところで使うのに最適です。それでは正しい使い方を紹介していきましょう。サイズは30センチ幅 ×10 メーターとなっています。箱を開けシートを取り出してください。好きなサイズまで引き出してお使いください。箱をひっくり返すとカットがしやすいです。粘着剤は強力なのでゆっくりと剥がしてください。一気に引っ張ると破れる原因となります。誘引されやすいようにハエの絵が印刷されています。ハエがよく止まる場所に設置してください。今回はハエ取りロール紙ピタットボックスを紹介しました。ハエで困っている方はぜひお試しください。このチャンネルでは女性でも手軽にできる害虫駆除方法を紹介しています。動画についてはほぼ毎日配信しておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。